英語をここまで進化させた。キングオブネスト、チャプターオブネスト、2007年6月、衝撃のデビュー。いやっほー！さあ、開始！エクセレント！どこ見てんの？帰るわよ。タキッタ。あいつ。純造は416。おとぎ赤ずきん。始まり。昔々赤ずきんが狼に。というのは誰もが知っている赤ずきん。ドキドキアズキンは味がぞ。主人公はなんと狼、名前はロク。ちょい悪でちょいドジだけど、マリーへの思いは本物。思ってんじゃないか。を巡る恋のライバルミッチ、なぜかロイを追い回すガードマンリーク。他にもロイの住むドキドキシティは好的な住人たくさん。果たしてドキの思いがマリーに解く日は来るのか。それではドキドキ赤ずきんのゲーム実況を紹介しよう。ボーナスはマリービッグ、ビッグ、レギュラーボーナスの3種類。シンプルから誰でも楽しめる。ボーナスは成立役を完全してくれるから安心だ。さらに上級者にはチェリー氏がおすすめ。チェリーが投げた時にチェリーを外せば獲得枚数がアップ。マリービッグでは冬でも平均400枚以上獲得できるから初心者でも期待は十分。そしてなんとマックス416枚大量獲得が可能だ。もちろんプレイヤーをドキドキさせる液晶演出も多彩。まずはステージ紹介。一つ目はステージ、店の中にはチャンスがいっぱいある。そして二つ目はドキドキ通りステージ、ドキドキメーターに大注目。続いてチャンスアクション。謎の霊場レイナやアンパークの危険で大チャンス。レバーや演出の途中でロイカとインが発生すれば期待大、手が離せないぞ。最後に発展演出。何かにつけてロイの邪魔をしてくるミッチやリックとのさまざまな対決をせ、マリーのハートをゲットしろ。頑張るあたに、マリーはと答えてくれるはず。ライク、ライク。他にもドキドキする演出は盛りだくさん。液晶が目を離すな。さらに顧客にもドキドキさせる仕掛けがあるぞ。ドキドキアクションは全ての顧客にボーナスとの同時当選機能を搭載。チェルマッカセリオレンジ、滑れば滑るほど。最後にドキドキめ、デパターンをほぐ知れるほど熱くなれるぞ。この時は次のボーナス合成確率はこうなっている。大量獲得機ながらこのアクリアスを見せる。ゲーム性と納得の手玉か。そして作り込まれたデメパターンも熱い。ドキドキ2007年が全てのプレイヤーのドキドキ止まらない。